はい、こんにちは、こんばんは、ハデマスクラブ最高チャンネルへようこそ。今日はですね、おーい花粉症、おい花粉症、お前よ毎年毎年よ調子乗ってんじゃねえぞ。みんなな、くしゃみとか鼻水とか頭痛とか目のかゆみとか、もうやだ、苦しんでんだよ。おい花粉症、今日からお前はもう生きていくことができなくなる。おい花粉症、お前後で DM で謝罪してこいよ。謝罪動画出せよ。分かったから。そして今日みんなに花粉症を治す方法を教えたいと思います。まず用意していただくのはこれ。てってれー、湿布。湿布です。湿布なんですけども、こちらどうするのかと言いますと、両手の小指につけてください。これだけです。これだけです。どこに貼るのかと言いますと、小指の第一関節と第二関節の間に貼ってください。これであなたの花粉症はだいぶ和らぎます。和らぐよ。そしてまあ今これつけてるんですけども、両手につけてください。両手の小指に第一関節と第二関節の間につけてください。これなんで効果があるのかと言いますと、人間ストレスとか疲労を感じたりすると、ここの小指交感神経というものが通ってるんですけども、そちらストレスとか疲労溜まってしまいますと、こちら拡張してしまいまして、いろいろとめんどくさいことが起きます。はい。なのでこれを和らげるためにここに湿布を貼るとですね、自律神経が整ったり、花粉症の目の痛みとかくしゃみとか肩こりとかっていうのが緩和されます。はい。これをやるとあなたの人生一気に変わります。なので皆さん、今日からすぐできます。市販に売られている湿布、何でもいいです。それを買って両手の小指の第一関節第二関節の間に貼ってください。そうしましたら完璧です。ということで、おい分かったか、おい花粉症、今日でお前はもうさよならでだな。花粉症、おいもう今日で終わりだな。ということで、みんな今日から花粉症とはおさらばです。皆さん良い生活、グッドラック。じゃあね、バイバイ、来世のせい。